ターンは北村香織の小説、またそれを原作とした日本映画である。交通事故にあった主人公が同じ時間を繰り返すタイムパラドックスをテーマとしている。小学校教師の母と二人暮らし、版画教室の講師を務める同版画家の森牧はようやく作品を一枚だけ画廊に展示してもらえるようになった。そんな矢先、彼女は 版画教室に急ぐ途中センターラインをオーバーしてきたトラックと正面衝突。次の瞬間目覚めると、なぜか前日の午後と同じように自宅のチェアーで横になっていた。胸の上には図書館に返却したはずの植物図鑑がある。投函した葉書もある。冷蔵庫にしまったトマトは外にある。冷蔵庫のドアを開けると、昨日も落ちてきたチーズが落ちてくる。 彼女は前日の同じ時刻に戻ってしまっていたのだ。いぶかしげに外に出てみると、人は誰もおらず、車も通らず、賑わっていたはずのフリマも商品が並んでいるだけ。そこはマキ以外の生き物は存在しない世界だった。そして事故にあった3時15分になると、再び前日に戻ってしまう。その繰り返しと同じ日々を繰り返さねばならない無意味さ、孤独の日々が延々と続く。 虫の声の CD をセットしたり、ホースにシャワーの口をつけて、雨を降らせて気を紛らわそうとしても、寂しさに耐えきれず泣き出す。そして突然、音のしない世界で電話が鳴る。マキの作品を使わせて欲しいというグラフィックデザイナー、泉洋平からの電話が、なぜかこの世界に繋がったのだった。それは、現実の世界と一人しかいない自分だけの世界との唯一の繋がり。 このまま電話を切らないでいてくれと懇願するマキに、最初は戸惑う傭兵。マキは神隠しにあったんだと言ったが、傭兵がマキの家を訪ねてみると、マキは交通事故で入院し、意識不明でいると知る。つまり、現実の世界にもマキは存在していることになる。母親を電話口に出させてみるが、マキと傭兵にしか、お互いの声が聞こえないらしい。マキの世界は6月だが、 現実の世界は12月だという。毎晩8時に電話に出ることを約束し、お互いの姿が見えないまま時空を超えてデートをする二人。ある時、マキはその世界で自分以外の人間のカキキと出会う。だが、カキキは現実社会では犯罪者で、彼もマキと同様事故によって意識不明の渋滞だった。それを知った傭兵は、 柿崎に近づかないよう忠告しようとするが、訪ねてきた上司が電話を切ってしまい、牧の電話は二度と繋がらなくなってしまう。柿崎は牧の自宅を探り出し、押しかけるようになる。次第に本性を表して、牧をレイプしようと襲いかかるが、突然頭を抱えて苦しみ出し姿が消えてしまう。現実の世界で柿崎が亡くなったことをおぼろげに悟った牧は、 この世界は永遠に繰り返すわけでなく、必ず終わりが来ることを知り、絶望感に襲われる。今日達成したことが、翌日には元に戻り、無意味となってしまうこの世界で、母の励ましの声が届き、気を取り直して1日限りの作品を、ターンする時間前に仕上げる。出来上がった作品を自転車のカゴに乗せ、自分の眠る、はずの病院へ向かう巻。外はなぜか風が強く、 枯れ葉が舞っていた。病院の中へ入ると、車椅子に、薪を乗せた母と傭兵が屋上へ向かっているのを見つけ、後を追う。雪が舞い始めている。薪にも雪が見えていた。戻りましょうと傭兵に促された母がふと見ると、薪が目を覚ましている。薪の膝には、あの世界で作った作品が載っていた。そして、ただいま、平山秀幸監督によって、2001年に、 公開された。誰もいない世界で必死に現実社会に戻ろうとする、けなげな姿を、マキセリホが演じる。本作品で、マキセは毎日映画コンクール優秀女優賞を受賞した。ターンに関するカテゴリー。ありがとうございます。